コーヒーっていうのが好きでしてね、僕お酒は飲まないので、コーヒーは、まあ、好きっていうか習慣的に飲む飲み物の一つです。だけどね、コーヒーを飲むと太るっていうか傾向があって、まあコーヒー自身がね、その太るっていうより、そのお茶受けが欲しいじゃない。でこのお茶受けが欲しいから、まあつい何か食べちゃって、それがまあ太ったり、まあする原因なんじゃないかと自分では思ってはいるわけね。ところがね、コーヒーって本当にピンキリで、まあいや何でもピンキリなんだよ。醤油だってピンキリだし、まあ何だってピンキリなんだけど、そのなんかスッと飲めるっていうコーヒーは最近ね、ちょっとあるわけで、そのスッと飲めるコーヒーっていうのと、いやこれも全然飲めねえなっていう、そのね一番の差はね、アイスコーヒーに出るね。アイスコーヒーってコーヒーを冷やしただけじゃないかって思う人いるかもしれないけど、本当に抽出したコーヒーをね、ホットコーヒーについてはお店で抽出してるのがほとんどだけど、アイスコーヒーについてはね、お店で抽出してないことがほとんどなんですよ。アイスコーヒーはアイスコーヒーっていうものをパックでね、仕入れて、その封を開けて注ぐっていうことを、まあジュースなんかもそうだけど、そういうものがね主流なんですよ。だからわざわざコーヒーを入れてそれを冷やすっていうようなことはしてないのね。でね、そういうアイスコーヒーでね、まずいものはっていうか、いやほとんど全部まずい。なのでね、もうこれ飲めないわけ、言っちゃ悪いけど。もう昨日もね、みなとみらいでね、まあよくもこんなまずいものを出せるなっていうのがあってね。でも別にその値段は結構なんだよ、だしみんな周りの人も飲んでたからあれだけど、いやーそれはね飲めないね。でもね、最近溝の口に、溝の口と高津の間にねあるところにちょっとハマってんだけどここのはまあ飲めるよ、飲めるっていうか、だからこの物の好き嫌いっていうのはあれだよね。何かが好き、コーヒーが好きですとか、私なんか何が好きで、お寿司が好きです、お寿司苦手ですとかっていうけど、そういうことじゃないよね。食べられる、飲めるコーヒーなら誰だって好きだと思うし、飲めないコーヒーだったらね、好きな人でも飲めないっていう、でそういうものが、差が出てきてるなって気はちょっとします。はい、それでは今日の話題は、かっこいいとは思想。吉野のレコーディングをしていてですね、それが溝の口にあるもんですから、まあそのね溝の口界隈の喫茶店なんかを物色してたり最近するんだけど、まあミュージシャンのね人たちと、まあ、僕は一人で単身で行くので、まあベース、ドラム、ピアノ、サックス、まあたまにオーボエとかね、たまにコーラスとかっていう中にまあ僕は行って、まあ歌を歌うのはまあ吉野さんだとしてもこれをどうやって仕上げていくかっていうことはね、プロデューサーの僕が決めているので、もっとこうするとかするってことがまああるんだけど、まあまずミュージシャンの人ってのは歌詞を見ないね。まあ
吉野さんは楽譜を見ないので歌詞カードしか、まあ、見ないわけですよ。でミュージシャンは当然歌詞カードなんかっていうのは基本的には見ないで全楽譜なわけね。だから、楽譜の小節番号っていうのかな、じゃ52から、どこどこまでって、まあ、音楽用語でやるわけよ。でまあこれは多分そんな難しいことじゃなくてちょっと覚えればいいことでね、その全部音楽のこともきちっと分かっててこうした方がいいって言った方がいいなとは思ってるんだけど、まあ少しずつそうなっていくような気もするけど、まあ今のところは楽譜は見ないでその歌詞カードだけで、いやもっとそうじゃないああじゃないっていう話やり取りがあるわけで、このやり取りっていうのは、まあ、案外ストレスで、なんですかそれっていう感じになることが多いわけねつまり僕の言ってる意図っていうのが、まあ、伝わりにくい、例えば今回なんかでちょっとそうだな、そういうのあったのはコーラスについてね。でコーラスでこの BBQ っていう新曲があるんですけど、その BBQ の新曲にコーラスがあってね、でそれがまあ輪唱になってるわけですよ。まあ輪唱っていうんじゃないか、なんていうの、こだまになってるわけ。なんとかって言ったらなんとかっていうこだまになってるわけね。でこの当然こだましてくるものはコーラスだから、コーラスの人がね、まあ、必要でしょうっていうことになって、コーラスにこういう風にしてほしい、じゃあ誰々と呼んでとかっつって、まあ、うちからね日野ちゃんとトモとレイナと あとヒッコーとねがコーラスに参加するっていう形で、まあ、コーラス通りしたわけよ。でまあそれはそれとして、うっすらとコーラスがいる、うっすらといるっていうのも変だけど、コーラスが入ってるかどうかわからないぐらいのコーラスっていうのもまあいるなと思ってね、ミキシングなんかしてるとやっぱここちょっと歌った方がいい、うっすらとあった方がいいなと思うところがあるんだけど、当たり前だけどそんなの撮ってないからないわけよ。でまあこれがさ、スタジオに例えば1月ぐらい、よくね河口湖のスタジオで夏の間こもって創作とかって合宿 しながらね撮れたらもっとこうしようとかああしようってもっとクリエイティブにできると思うのね。もっとこういうマイクの位置を変えてもう一回撮ってみようかとかね、そういうクリエイティブなことって、まあ、できると思うんだけど、まあそういう風にしたらいいかっていうことでもないんだけどね。まあでもそういう僕らの場合はとにかくスケジュールがタイトだから、とにかく撮り終えるっていう感じになって、そのちょっとこここうやってやってみようかっていうことって、まあ、なかなかないと。でまあ、あんまりそうやって、まあ、石川さんがジャズの人っていうのもあるんだろうけど、あんまりこう作り込むっていうことを良しとしないっていうか、その時の感じ勢いでええんちゃうっていう、あんまりこのワントラックずつこうね、止めちゃ取って止めちゃ取ってっていう形で作り込むっていう形じゃなくて、ふわっとやりたいっていうところかね、まあ、僕もそうだし石川さんなんかもあるから、あんまりこう作り込むっていうんじゃないけど、やっぱりちょっとここ足したいなっていう時にコーラスみたいのがうっすらと入ってた方がいいと思うことはまあ多々あるわけよ。でもそれって スケジュールに組み込まないとその取れないからね。でコーラスをまあやっぱりそういうとこで入れたいからっていうと、何のことやか分からへんみたいな感じになるわけよ。だから掛け合いのコーラスっていうのと、うっすらと後ろに入ってるかどうか分からないコーラスっ
って言うとイメージが分かんないですねみたいな感じになって、みんなな、さあみたいな冷たいんだよ、何のことだかみたいな。でまあそのままさ、あのうやむやになって別にそのまま終わっちゃうんだけど、まあ、僕がしつこいから、いやこれはこういうことです、これはこういうことです、こういう風な、ここにもこういうのって、まあ、サンプルの曲なんか持ってったりしてこうでしょって言うと、あー白玉ねとかってなって、その白玉のコーラスって言うのよ。そんな言葉あんのか知らないけど、まあ、俺はね、あの片やこっちでお店で白玉って言っててさ、あのこっち側のレコーディングだと白玉って言われるんだけど、まあなんか要は白玉のコーラスなんだ、あじゃあ白玉コーラスが必要だって言ってくださいって言えば分かるっていうわけ。もちろんみんなミュージシャンも、あはいはいはい、これ白玉でいきましょうみたいな感じになるわけよ。いやそれで何が言いたいかって言うと、今日の 本題はそこではなくて、あのかっこいいかどうかっていう話にミュージシャンってやっぱなるわけよ。でそのまあやっぱりアメリカのもののね、まあジャズでもロックでも、まあ いろんなもの、まあ要は欧米のもの、ヨーロッパも含めてはやっぱりかっこいいよねって話をしてるわけ。みんな、いやかっこいいね、あれどうやって撮ってんですかね、いやいやもうあんなんなこう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 、うわまあかっこいいし、いやってもうちょっと頭おかしいですよねあのリズム。あそうだから今回だったらサルサなんかもそう、サルサっぽい声でやったんだけど、もういやあのね BBQ はサルサなんだけど、サルサのレコーディングにもうすごいかかってんの1日で。俺その一通り終わった頃に行って、あどうでしたって言ったら、でまあみんな、えなんダメなのこんなに時間かけてって言ったら、いや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 ダメじゃない、いやみんな頑張ったな、みんな頑張ったみんな頑張ったけど、頑張ったけどダメなの、なんか不満のとこあったらもう一日撮っててもいいから撮り直そうよって、いや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 もうこれじゃ無理や、これじゃ無理ってみんな、無理です無理です、あいつらはもうそうサルサ、やっぱりサルサ専門にやってる人たちみたいにはもう無理、もう血が違うから、血液が違うからとかって言って、もうこれ以上はもう無理です、でもその中では頑張った方ですみたいな感じでね、なんとも煮え切らないのよ。自分たちはこれをやったんだって言えばいいのに、いやいやこんな、なんかなんちゃって感、なんちゃってな感じではやってみましたみたいな感じで、これはいいんだっていうふうに言わないんだよね。でその本場のねサルサのなんか、いやーかっこいいですよねあいつ、もうどうやってパーカッションも、いやーまあ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 安倍ちゃんは今回も頑張ったと思うけどねって、なんかもうそんな感じなわけでね。まあとにかくよく出てくるこのかっこいいっていう、これは思想なんだよ。だよあのすぐかっこいいとかかっこよくないとかって、まあね若い人は特にそうかもしれないけど、かっこいいっていうのはまあね思想なんだと思うのね。だからかっこいいっていうのはセンスっていうか感覚的なものじゃないっていうふうに僕は思ってるの。みんながとにかくかっこいいっていうものはだいたい強いもの、大きいものなんだよね。感覚的なものではないですよ。例えば、まあちょっと古いけど戦後、コカ・コーラっていうのがまあ進駐軍から、まあ、アメリカ、ね、から入ってきたわけでだろうけど、最初に飲んだコカ・コーラを飲んだ、日本人はあれを美味しいとは思わなかったと思うよ、だって美味しいものでもないじゃない別に。コカ・コーラはコカ・コーラっていう感じで、まあ今の僕らは飲み慣れてるからコーラだと思ってるけど、最初の人たちはなんか薬臭いし甘いし なんか口の中でパチパチするしってまあそうだわ知ってたか、まあまあそう思ったと思うんだよね。だけどコカ・コーラにジーンズに、ね、ハンバーガーってとかっていうスタイル、もしくはジャズっていうスタイルっていうものにかっこいいと思ったっていうのはもう完全に思想だよね。思想にかぶれてる。まあアメリカっていうのは自由の国なんだ、それに比べて日本は封建的なんだ、で戦争に負けた敗戦国なんだ、
戦勝国っていうものはと強くて自由で、なんだっていう、まあ思想、まあプロパガンダも含めてね、その思想があって、その思想の上に乗っかると、そのコカ・コーラもかっこいいし、なんだってかっこいいわけよ。だからアメリカのまあヴィンテージのまあいろんなものなんかも、アメリカっていうものそのものにやっぱりかぶれてなければかっこいいとは思わないんだよね。だから何をかっこいいと思ってるかっていうのはその人の思想を体現化してると思うんだよね。でだから僕はこのかっこいいっていう議論はセンスではないと思ってるわけ。なんとなくこっちの方がいいと思うっていうのは、前に言ったようにセンスっていうのは感覚的なもので五感であり、なんなら六感的なものがあってね、それがどういうふうにできてるのかっていうことを再現する能力だと思うけど、あれってかっこいいですよね。まあかわいいもそうかもしれないね。かわいいっていうのも、まあじゃあ男の子はね、女の子、白雪姫がかわいいと思うっていうのもよく言うけど、その白雪姫っていうのは、白い方が綺麗であるっていう、まあその黒人、その有色人種に対するね、蔑視を招くって言ってる人がいるけど、まああながち大げさじゃないところあって、やっぱり白くて綺麗なものが、白くて目がクリクリしてるものの方が可愛いね。だから、日本人みたいに一重が多いような女の子は、目をね二重手術にして、目をパッチリさせる方が可愛いと思う。これ一つの思想でしょ、センスではないよね。だからみんながかっこいいって思わせる、みんながかわいいと思わせることって、一つの思想教育をすれば、みんなそれに習うわけだから。だからまあテレビならテレビ含めてね、プロパガンダしやすい、かっこいいとかかわいいって。だから何でもかんでも かっこいいかわいいっていうのって、何かとてもある種の思想にかぶれてる、洗脳されてるっていう気がするんですよ、僕はね。だからあんまりこのかっこいいとかかわいいっていう議論って、議論に花が咲かないんだよ。共感しかないから、同じような思想を持ってる人たちがこれはこうだよねって言って、ああそう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 、本当それってかっこいいよねっていう思想の確認でしかないわけで、感覚的なものっていうものがちょっとそこから抜け落ちてるっていう気がするんですよ。だから、かっこいいもしくはかわいいっていうのは思想であるっていうふうに、まあ僕は思うんだけど、皆さんはどうお考えでしょうか。
は小さい。